駆け道ラジオです。今回は作業療法士の児玉武さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまでの動画で保育所等訪問支援についていろいろお話しいただいたんですが、はい、今回はこちら、じゃあこの保育所等訪問支援ではどんな力が求められるのかというのがテーマです、うんうん、どうなんでしょう。すごく難しい話ではあるんですけど、うん、まあ、全部といえば全部なんですけどなんか一番僕が大事にしている部分は、はい、その問題構造を捉える力っていうのか、はい、その、うん、お子さんが例えば何かこう困った行動をしたりとか、はい、実際にうまくいってない場面になった時になぜそれが生じているのかみたいなのをきちんとこう、言葉にして伝えられるっていうのはすごく大事かなと思っていて、はあ、やっぱりどうしたらこれがなくなりますかねっていうような、うん、先生方の困りもすごく伝わってくるんですけど、うん、だその対症療法だけお伝えしても、うんうん、次別な場面でまた同じようなきっかけとか原因が生じると、うん、また同じようなことが起きてしまうので、はいはい、そのお子さんの特性とその環境とか、うん、例えば課題の部分とか、うん、それによってまあなぜそこの行動に至ってしまったのかっていうのをお伝えした上で、その上でこういうふうな変更の仕方がありますよとか、提案を一緒にできる。そこら辺のこう、パッと見たときに、うん、お子さんが何に困ったんだろうっていうのを捉える力っていうのはすごく大事にしてますね。あー、なるほどな。そしてあれですね、まあ、児玉さんに今までいろいろお話を伺っていく中でこの原因を探る、今起きた困りごと自体をどうにかするっていうより、はい、なんでそうなったのかを考えてみようっていうお話を今までにも伺ってきてましたけど、うん、このね、今のこれでいくとさらにそれを先生にちゃんと伝えるって、その言葉にして伝える力っていうのも必要になるわけですよね。そうですね。自分が実際その場に常に入れるわけじゃないっていうのが前提なので、うん、先生方ともやっぱりその共通理解というか、うん、そこをやっぱり自分たちが、なんていうんですかね、こう言って、で、あ、ここダメだねとか、うん、こういう問題があるよとかって言ってるだけじゃやっぱり先生方も納得していただけないでしょうし、うん、でもこうしたらいいですよだけ言われてもその通りやったらうまくいかないみたいなことはたくさん出てきて、うん、そうですよね。はい。なのでやっぱりお互いのこう信頼関係を築く上でも、まあ、そこのご本人、お子さんが例えばお友達を叩いてしまったとして、うんうん、なんで叩いたんだろうかっていうのを、叩かないようになってほしいっていうのは先生方の思いだと思うんですけど、はい、なんで叩いてしまったのかをセットでお伝えしないと、先生方もなんで叩いてしまったのかを伝えると、うんうん、あ、じゃあ次こうしたらいいんだねみたいなのを先生方もすごく考えてくださるので、うんうん、でもそこを一緒にこう 対策として話し合えるっていうのは大事かなと思います。例えばこうお子さんと支援する方、支援者とのこう1対1の場合だと、支援する人が理解をして、でその子に接していけばある程度いろいろ解決できることもあるかもしれないんですけど、この保育所と訪問支援の場合って、うん、お子さんがいて支援に入る人がいて、まあ、先生だったり普段接する人がいてって、この三角形がねあるじゃないですか、うんうんうん、でこうするとお子さんの困りごともいろいろだし、それに対応する先生もきっといろんな方がいらっしゃって、
先生にとっても、こう得意な関わり方とか苦手な関わり方とかきっとあるわけですよね。うん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 。そのあたりもきっとうまく橋渡しができるっていうところが、あの全体がうまく回るためのきっかけとしては大事なんでしょうね。そうですね。あとはなんかその、僕自身気をつけてるところは、先生方も何を求めてるかっていうのをこう、はい、うん、こちら側がきちっと察知できるというか、はい、なんかそこのギャップを気づかずに一方的な提案になってしまうと、うん、うまくいかないんだろうなと思ってますね。そうですよね。だからその先生にとっての困りごとが何なのかっていうところもうまく汲み取るっていう、はい、そこがずれちゃうとね、なかなかあの伝わるものも伝わらないっていうこともあるかもしれないですしね。そうですね。だからなんかすごくこう、うん、あの最近やってたドラマの話じゃないですけど、はい、なんかこう五感をフルに使って相手が何を求めてるのかを感じ取る力みたいなのは、これすごい大事だなってちょっとドラマ見て思いましたね。これ通じてるなって思いました。ああ、そうですね。そのお子さんに対しても多分五感をフルに使ってだし、先生に対してもフルに使ってだし、うん、まあでも人を支援するってそういうことなのかもしれないですね。そうですね。相手が求めてるものをやっぱり相手が使いやすい形で提供してあげるっていうことができないと、うんうん、うん、それがなんか一番必要な力なのかなと思いますね。うん、そしてなんかこうね、なかなか難しいことだとは思うんですよ。だからこそこう専門家の力がいるというか、まあ、専門家が入ることによるメリットが大きくなる部分なんだろうなというのも感じますね。うん、そうですね。一緒に悩んでるだけでもダメですし、うんうん、その場でできることを提案しないと、なんかよくあるのがその、うん、リハの場面だとこうしますって言われても、リハの場面ではないのでっていうふうに、やっぱり先生方としても思うと思うので、ああ、はいはい、そうですよね。他のお子さんもいて、でやらなきゃいけないことも時間がこう決まってて、うん、そんな中でじゃあ何ができるのっていうのを、うん、そこをこうコーディネートする力みたいなのは大事かなと、はい、ああ、そうですね。だからこの環境の中でこういうふうに生活しているこのお子さんとこの先生とこの周りのみんなとの中で誰が何ができるのかっていうことを、うん、コーディネーションしていくんでしょうね。そうですね。なんかものすごくそうやって言葉にすると難しい能力のように感じると思うんですが、うん、実際にはでも僕ら毎日じゃないですけど、その自分の生活は良くしてると思うんですよね。ああ、自分がこうしたいなと思った時に、うんうん、今あるものでじゃあどうやったらそれができるかなって、うん、足りないものは買ってくるかもしれないですけど、極力無駄遣いは避けたいとか、はいはい、それを自分の生活をこう組み立ててるように考えてることを、この対象のお子さんとか先生に同じように考えれるっていう風になれば皆さんできるのかなと思いますね。あの、もうすごくありきたりな表現ですけど、相手の立場に立って考えるっていう、うんうん、それの極みですね。そうですね。すっごいもうすっごいまとめましたね。なんかね、よくいろんな場面で聞くけど、まあ、結局それは本当に大事なんだなと。はい、そうですね、うん、そうですよね。自分のルールとか
押し付ける、まあ、そんな方もそんなにいないと思いますけどね、じゃなくて、うんうん、その場に合わせて自分ごととして、まあ、自分にやるように考えてみる、ね、うんうん、いきなりできなくていいわけですもんね。そうですね、一緒にやっぱり考えながら、やっぱそれでも自分も考えてるよっていうのを相手が読み取ってくれれば、そんな変なことにはならないと思うんですよね、うんうん、そうですね。なんかね、以前の動画で、なかなかまだ日本ではこの制度が、広がっていってないですねっていう現状の話も伺ったんですけれど。うん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 。まあ、こうやって聞くと、ぜひぜひ、どんどん広がっていけば、いろんな人が楽になるんじゃないかなっていう気もしますね。いや、そうですね。うん。みんながハッピーだと思うんですよね。そうですね。まあ、このね、保育所等訪問支援、具体的にはどんな制度なのかとか、またその現状ですね、うんうん、今どういう感じなのかっていうのも、これまでの動画で解説していただいてますので、ぜひ皆さんそちらもお聞きください。はい。今回は、保育所等訪問支援、どんな力が求められるのかというのを、作業療法士の児玉毅さんに伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。